秋の田村草は野原に普通な多年草。細長い方を伸ばして薄紫色の花をつける特徴がある。草丈は2 0トルから8 0トルにもなる。茎は角張って四角形、まっすぐに立ち上がる。根元で分子して数本の束を作ることもある。葉は耐性で、その形は単葉のものから副葉に分かれるもの。 それも三室服用から一から二回羽上服用にまで、なるが、とにかく変異が多い。葉の長さは傭兵を合わせて3から15センチメートルと、変異の幅が大きい。洋診はおおよそ卵型、新緑で、表面は、艶がなくて草質、まばらに毛が出ることもあるが、無毛のこともある。縁には荒くて丸い巨子が出る。柿は7月から11月にわたる。茎の先端が分し、 長く伸びて水上に花をつけ、花序の長さは10から25センチメートルにもなる。花は、長さ10から13ミリメートル、青紫色で、神経、やや斜め上を向いて咲き、果敢の内側の木部近くに、毛玉木がある。おスしべは2本で、はじめ花冠の上唇に沿って、上に伸びて前方に突き出すが、薬が開いてしまうと下向きに曲がる。和名は、秋の田村草だろうが、 意味は不明とのこと。なお、田村草の名は、菊くかに、それを標準万名に持つ種さラちゃらこうのた SSP、インソラリスがある。こちらも、その由来は不明。官名は紫山で、ネズミを草は誤りであると、マキノは記している。森林の林園部から明るい草原、あるいは道端にも見られ、日本産のこの族のものでは最も人里に出る。 雑草的な性質が強く、草刈りなどにあっても、再び根元や茎の半ばから枝を出して花をつける。そのため、本来の姿とは大きく異なった形で咲いているのを見ることも多い。本州から琉球に生育し、国外では朝鮮と中国に分布する。よく見れば綺麗な花ではあるが、創始がだらしなく大きくなるので干渉にはあまり向かない。 日本産の秋霧属には田村草の名を持つものは他にいくつかあり、いずれも花や葉の形は似ている。それらの中ではこの種が一番大きくなるもので、また分布も広く平地から低山で最もよく見かけるものである。以下のような種がある。以下、種として佐竹ほか P81 巻の P532 巻の P532 黒崎。 P232 巻きの P675 巻きの P532 ありがとうございます。